赤色でアッパーニューヨーク湾を示している。ナローズによって南のローアーニューヨーク湾に接している。湾の北西にはエリス島とリバティ島がある。1986年に行われたリバティウィークエンドアッパーニューヨーク湾、またはアッパー湾はニューヨーク州、ニュージャージー州の港の中心であり、ニューヨーク湾と呼ばれる場合もある。 抗義のニューヨーク湾の北半部にあたる。湾はニューヨーク市のマンハッタン、ブルックリン、スタテンアイランド、ニュージャージー州のハドソン郡のジャージー式とベイヨンによって囲まれている。湾はゴアナス運河と同様にハドソン川によって水が供給されている。海峡によってナローズではロワー,ーニューヨーク湾、キルバンカルではニューアーク湾、イースト川では ロングアイランド湾に接しており、事実上、海峡である。また、ハドソン側への交通路でもあり、湾の航路は、アンカレッジ水道とも呼ばれる。湾の中心部の深さは、約50フィートである。イースト川の川口あたりには、ガバナーズ島が、ニュージャージー州の沿岸周辺には、エリストーリバティ島、ロビンスリーフがある。湾は昔、歴史上でも、 世界最大級の柿養殖場として知られ、19世紀の終わりまで市民に食料を提供していた。歴史的には、湾はニューヨークの貿易に重要な役割を果たしている。自由の女神像は19世紀後半から20世紀前半にかけての移民を思い起こさせられる。1950年代以来、コンテナ船は金板カルを通り、 ニュージャージーのポートニューアークエリザベスマリンターミナルへ行くようになった。その結果、コンテナ化に対応できないアッパーニューヨーク湾のウォーターフロントの産業は衰退していき、マンハッタンやブルックリンを取り囲んでいた不当は相次いで廃止された。今でもレッドフック、ポートジャージー、マタビー、コンスタブルフック、スタテン島の海岸の港は残っている。1976年には、 リバティ州立公園がオープンした。近年では、レクリエーションの公開やカヤッキングなどで人気のスポットとなっている。ワンでは、スタテン島フェリーが航行している。このフェリーは、リッチモンド軍役所や軍最高裁判所近くの、スタテン島、セントジョージターミナルと、マンハッタンの最南端のバッテリーパーク横の、ホワイトホールターミナルの間を結んでいる。 ニューヨークウォーターウェイは湾を横切るルートを航行している。アッパーベイでは島鈴木や青魚が多く生息している。ハドソン川の川口、1、ハドソン川2、イースト川3、ロングアイランド湾4、ニューアーク湾5、アッパーニューヨーク湾6、ローアーンニューヨーク湾7、ジャマイカ湾8、大西広市。ありがとうございます。